葉で演歌。皆さんこんにちは。毎日暑い日が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか。デビュー曲私の波止場女船で頑張っております、雪見さくらです。そしてアシスタントを務めていただくのはこのお二人です。皆さんこんにちは。平成の狩人こと横浜セブンです。デビュー曲夢街道で頑張ってます。僕は兄の中川祐希です。弟の吉高です。いやでもね、暑いですね、はい、もう8月も本当に照り返すような刺すような暑さで、ね、はい、本当なんか寝る時の、はい、安眠のコツとかありますか。安眠やはりあの私クーラー大好きなんですよ大好きなんですよ。常にだから適温になってんだ、ね、適温にならないと、ね、雪見さんの場合はとてもわがままな人間なんで、病院じゃないけどひんやりグッズをですね結構買いまして、うん、ベッド型の冷たいシートっていうか、うん、あれ7000円ぐらいで売ってるんですけど、それ何凍らしとくの。いや違う、そのまま引くだけでひんやりするんです。温まらないのずっとそれは。だからちょっとコロコロっていけば常に冷たいっていうか、ちょっとちょっとひんやりですね。おなんで寝やすいかなと思って。違う、全然違いますね。ぜひおすすめです。そういうなんか抱き枕とかあったらいいですよね、ひんやりする、こう抱いて冷たい感じ、冷たい感じ、そういうのもあるらしいですよ。いろんなグッズがあるんだよね、やっぱり、ね、まあ、あの節電のね、あれその売り場にいつもいますから、はい、新商品出たら必ずチェックする。僕暑がりなんでチェックする、東急ハンズにいらっしゃるんです。います。どうそう、でもこの間の弟がね、はい、こうスプレーかけると涼しくなるっていうのを見ました。かけてもらったんですよ、でかけすぎてちょっと熱くなるっていうのを言うのを忘れてまして、僕ねすごい背中ヒリヒリして痛いんですよ。かけるとヒリヒリするんですか。痛いの、洋服の上にかけるんですよ。そうするとこう、まあ、なんていうとヒヤッとするから。あ、洋服の上にかけるんですか。そう、いろんなタイプがありまして、はい、かけて乾かしてから着るタイプとかいろいろあるんですけ ど、 なるほど。かけるやつはかけすぎた熱くなるんで、それだけ逆に熱くなるんだ。違った意味で熱いの、冷た熱いというかね、うん、はい、というわけで、はい、そうですね、そんな暑さを吹き飛ばしながら頑張っていきたいと思います、はい、ましょう。この秋葉で演歌は秋葉原のスタジオから毎回豪華な歌手の方々をお迎えして楽しいトークで大いに盛り上がっております。今回お迎えするのは大ヒット曲ひさめで知られる徳間ジャパン加山明生さんです。どうぞよろしくお願いします。どうもこんにちは、よろしくお願いします。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 お久しぶりです。お久しぶりです。どうはい、このトークコーナーではゲストの方々から貴重なお話をお伺いしております。加山さんは、はい、古賀正男先生の最後の門下生となり、うん、その芸名は三輪明宏さんにつけていただいたそうなんですね。そうですね、僕がね、はい、一番最後の門下生でね、ええ、一番最初のお弟子さんが大見敏郎さんっていうね、はい、やっぱり歌謡曲の大ベテランで、はい、で僕のすぐ先輩が皆さんご存知大川栄策さんで、はい、でうち弟子の僕が一番最後の門下生だったんですね。それで名付けは三輪明宏さん、昔丸山明宏って言ってたんですよ、で山と明るいをその2文字いただいて、はい、それで僕は最初にその昭和48年にまあプロとして歌い手になる時に那須高原っていうのがあるんだけども栃木県に、はい、そこの那須高原の山でまあ歌うって言ったら宮さんがいい山で明るく生まれると書いて、はい、で加山明生って芸名をつけてもらったんですよ、はい、昔からそういう宮さんってそういう感じの能力があるというかそういう感じだったんですか。なんかねやっぱりねあるみたいですよ、はい、でこれ名前つけてもらった時にね22かなで30までは絶対売れないから、はい、うん、絶対焦っちゃダメよって言われて30まで売れないのと思ってて、それで久々でずっとキャンペーンしながらって売れ始めたのが31の時からだからね、やっぱ当たってんですよね。でもそこにはやっぱ努力があったわけですね、うん、まあ、努力ってあまり努力してないんですけどね。当時キャッチフレーズがありまして、うん、キャンペーンの星、キャンペーンの星キャッチの星じゃないどういう いやね、何しろね一人でキャンペーンしてたわけ、ね、で当時レコードがこう600円で箱に入ったやつを100枚入れて、で夜のキャンペーンっていうのがあって、それでいろんなスナックスとかこうご挨拶しながら、よろしくお願いしますって言ってたわけ、はい、全国で大体ね、まあ賞味5年間6年目で大ヒットしたんだけども、はい、5年間のうちに3500件ぐらい、3500件ですか、全国歩いたね、優先、飛び込みですか、うん、
もうね、お客さんとかほら、はい、知ってる人に、はい、飲み屋どっか紹介してくださいよって言って、はいはい、それで例えばいろんな飲み会をこう教えてもらって、はい、ところがね、その探すのが大変なのよ。途中わかんないでしょ、初めてのとこだから、はいはい、それでもこうやって根を見ながらね、そして遅れるでしょ、はい、ちょっとお客さんが待っててね、なんだ遅いな、前もっと早く来いよなんて言われて、でもこっちはキャンペーンなんだからみたいな。で、まあ、いろんなことありながらずっと全国はたくさん回って、山の中とか もう田んぼの真ん中とか、田んぼの真ん中ですか、うん、でね、ちょっとねいい話なんだけどね、福島のね白川ってところのね田んぼの真ん中行ったの、はい、でも夜中2時ぐらいでね、大体7軒目ぐらいだったのね、はい、でね、もう行けどもね、全然もう真っ暗な田んぼの真ん中だから、で向こうにポツンとね明かりが見えたらね、あそこだよって言うから、あんなとこにお客さんいるのかなってね、まあ、心の中で思ってて、はい、でドア開けて入ったらね、うわー人がいるわけ、はい、それでわープロが来たみたいな感じ でそこでまた元気が出て、それで歌ってからほらキャンペーンってのはこうテーブル挨拶しながら売るわけね、はいはい、でその時にカウンターにこう20歳ぐらいの男の子で、まあ、農家の人だと思うんだけど作業服着てて、はい、それでカウンターにこう座ってね、ビール飲んでたので、まあ買わないかなと思っても、はい、一応言わなきゃいけないから、はいはい、失礼します、コロンビアレコードの開幕表です、はい、600円で敷き付けて頑張りますのでよろしくお願いしますって言ったら、ボールカーをじーっと見てね、はい、であんまり見るから、はい、いやもうやばいなと思って、それでそれでもう、あとごゆっくりすいませんでしたって行こうと思ったら、はい、その男の子がこれ簡単に、であんたね、じっと聞いてたけど、はい、絶対あんた売れるよって言ってくれたのね、はい、そして胸のポケットにね、俺もう一本ビール飲もうと思ったけど、はい、あんたのレコードビール我慢してあんたのレコード買おうわってくしゃくしゃの千円札出してくれた時にね、もう本当俺もう涙出たっていうか、もうその時もうキャンペーン終わってこの人と一緒に飲みたいなって、だ僕が26、27ぐらいの時だから、彼が20歳ぐらいで、でその時のことが忘れられなくて、ずっとキャンペーンしてもうやめようかなとか悩んだ時に、その彼のことを思い出して、いや頑張らなきゃって言って勇気づけられた、そういう思い出があるんですよ。そうですね、だから一枚一枚のそういうお客さんが、はい、あ売れるか売れないか分かんないのに買ってくれた、はい、そういう一枚の重みって、ね、そう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 、ね、私もと飛び込みでキャンペーンやってるんですけど、はい、うん、今もやってますね、はい、辛いけどね、はい、辛いけど、それがねやっぱりお客さんとのね、はい、いろんな接触したりこうお世話になったりね、はい、ずっと自分を鍛えるからね、そうですね、キャンペーンでね鍛えられます、すごく、そうそう、ね、忍耐力とか感謝とかね、はいはい、そこで歌がこうなんか自分でも気がつかないうちにこう磨かれて味が出てくるっていうか、そんなような気がするけど ね、はい、うん、辛いけどもね、でもキャンペーンって大事だもんね、はい、大事です ね、うん、そうですね、でもそういうところでやっぱりそのトーク的なものを僕は、ま、何度かお仕事させて、うん、させていただいて、うん、お話ものすごい面白いじゃないですか、加山さん。え？歌より喋ってる方が、なんですか、こう、ずっと喋っちゃってるみたいな。歌よりずっと喋っちゃってる方が印象的だったりとかする時もあるんですけど。そう、性格だろうね、きっとね、多分。でものすごい盛り上がるんですよ、その喋りで。会場が。それはキャンペーンから来るそのあれですか、もともと持ってるものですか。もともと持ってるもんだと思うな。ああ、そうですか、きっと。それと、古賀先生が、プロっていうか歌手は、その、歌うだけじゃなくて、お客さんに対してのサービス精神っていうのがないと、ダメだよっての、いつもレッスン室で先生が言ってたの。それがやっぱり忘れられないっていうかね。だからなんかこう歌だけだとお客さんちょっとこう退屈しちゃうかなみたいなとこがあって、はい、でその間にこういろんなことを言いながらまた歌を歌ってあげたらお客さんが喜ぶだろうなって、だから常にそのお客さんの身になって立場になってこうなんかやってるのが自分でも好きなんじゃないですかね。本当はエンターテイナーっていうこの人のこと言うのかなって、ね、もう本当ですね、歌だったわけじゃないの、本当にお客さんを盛り上げて、でそのアカペラ入れながらまたこういろいろやってこう、まあ、本当にその上手だなっていう、まあ何ですか、その時 その雰囲気に応じてこうバッとこう持っていくじゃないですか、それは3500円いってますからそうです、ね、やっぱり体に染み付いてますいやだからね、普段から飲んでる時とかも食べてる時でもなんかよく喋るんですよ、喋りすぎだって自分で分かってるんだけどもそれは自分の自主トレなんですよ、喋ってると自然に身についていくわけよ、だから喋んないとやっぱり本番でやってもなんかこう流暢にこういかないんだよね、言葉が一つのネタにしても、うん、だから普段からこう何気なくこう喋って自分を訓練させて、はい、それでその本舞台で、はい、そのお客さんによっていろんな反応が違うじゃない、その反応に応じてこう自分がいろんな引き出しをこう出すっていう、そういうような感じだと思うんだよね、
すごく勉強になります。本当すごい、あのキャンペーンどこ行っても多分加山さんだったらどこ行ったって関係ないと思うんですよ多分あの敵を作らないタイプ感じですよね。みんな味方にする感じですね。敵を味方にですね。そう、みんな知らない人たち買わないといけないかなみたいなね加山マジックに。そう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 、うん、であとあの久米1977年にデビュー出てからシングル2回出されてるんですね。じゃあところが2回じゃなくてね、はい、4回出してるんですよ。4回ですか。もうしつこくでね、久米が残ったのはね、はい、あの遠藤実先生のね青春譜っていうね、やっぱりこれが六者共作の楽曲があったの、はい、その青春譜っていう楽曲の、まあ、両面として、で僕がそのキャンペーンしてて反応がいいから、はい、久米がね、はい、それでそのプロデューサーに、はい、ぜひ久米を残させてくださいってお願いしたら、そんだけお前が言うんだったらつって、その遠藤実先生の青春譜と久米を両 A 面として出した。それがね2枚目なの、ね、それで本当にどん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 売れてきたの、そしたら今度じゃあカラオケブームになるちょっと前だから、30何年か前、32、3年ぐらい前ね、そしてそのじゃあカラオケをつけようってことでレコード の, あのいわゆる昔の B 面にカラオケをつけたの、それで3枚目出した。そしたら本当にドワーってきたの。じゃあ A 面に歌で B 面カラオケっていうのもちゃんとしたレコードじゃないから、はい、ちゃんとしたのしようってことで、また今度久米を A 面にして、今度 B 面に今度私は愛人っていうね、ちゃんとしたオリジナルをつけて、それで4回出したの、うん、やっぱりその4回目が一番ガンときくる感じですか。もうバーって売れてね、1週間に5000枚とか7000枚とかね。だから昔ほらベスト10とかトップ10とか生まれてなかったよね、はい、いい番組があったのよ大手にで、そういうのに出てるからどん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 相乗効果で歌謡曲原価がどん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 売れるわけで、世の中にダーッと浸透していくわけよ。今俺歌番組じゃ少ないでしょ。そうですね、だからこういう番組本当に希少でね、ありがたいなと思ってるんだけどもはい、うん、そしてもう全国的にブワーって広まったらもう早かったね。レコード大賞も取られて、レコード大賞の中にねロングセラー賞ってなって、はい、ね、はい、オーヤンフィーフィーさんとね岡井作さんと僕と3人でロングセラー賞もらったんだよね。素晴らしいですね、うん、すごいですね。いやでもね考えてみると何なんだろう、あのねやっぱり運ですよ、そういうその楽曲に出会ったっていうね。だから頑張ったでしょうとかなんとかって言われるんだけども、まあ、そんな毎日早く食い縛って頑張ってたわけじゃないし、はい、適当に遊んでたしお酒も飲んでたし、うん、それで、まあ、スケジュールは こなしてたし、はい、まあ普通に当たり前にしてたんだけども、たまたまそういう久米っていうね楽曲と出会って、そしてまあその5年後6年後の世の中にこうタイミング的にはまって、だから運、まあ、僕の経験ですよ運でね、運、だって頑張ってる人みんな頑張ってるじゃない。そうでしょ、でもやっぱりそれで3500件なかなか回れないです、ね、まあ、それもだからなんかそういうタイミングだったのかもしれないし、まあ、無我夢中だったのかもしれないし、だからといって必ず売れるっていう保証、まあ、それはまた別物だからね。だってお客様が1枚ずつ買ってくれるんだから、自分がこう全部買うんじゃないんだからね、皆さんがあもしかしたら歌おうかな、もしかしたら聴いてみようかなとか、なんか歌ってるけど俺もとかっていう、そういうふうに一人一人がこう買っていただくわけでしょ、はい、それの積み重ねだから、本人一人ではどうにもできないことなんだよね。お客様っていうかファンの方あっての、そうそう絶対そうですよ、はい、もうお客さんがもう絶対もう神様です、神様です本当に、はい、というわけでじゃあ、はい、新曲いきましょうか。片割れ月ね、はい、片割れ月ですね。これはねちょっと僕の今までの久米のイメージと違って、はい、あのちょっと演歌なんですよ、うん、演歌、はい、すごいもう演歌演歌なんですよ。だからムード歌謡曲とね、あの、はい、演歌のねこう歌い方っていうか響かせ方が違うんですよね。演歌初挑戦ということで、もう初挑戦っていうか、はい、もう大変苦労しました、はい、ところが売れてるんですよね、はい、大変。その前にこれ何ですかこれ。ずっと気になってますから気になってますけど、はい、若干気になってました今日、はい、プレゼントです。そうなんです、あの、うん、視聴者の方1名様に、加山さんにですね、うん、サインを書いていただきまして、はい、じゃあ実際ちょっとここで入れていただくことに、はい、今意味があると思うんですけども、ちょっと細い方です、細い方ですか僕ねあのサインをね形変えたんですよ今年から。今年からですか、うん、分かりやすくしたんです、もう分かりやすい、見て分かるようにってことですか。すごい分かりやすいですね、ほらこういう風に
分かりやすい。分かりやすい。分かんない方が 20% ですけども。今までのは全然分かんなかったんで、自分でも自分のは分からなかった。明らかに分かりますね、これで。僕も欲しいですね、これ。あのこちらの。じゃあぜひ応募してください。はいはい、これ何枚目 の出したやつなんですか、はい、これはだから。4枚目と、4枚あの出したうちの。4枚目。4枚目ですか。最後に私は。4枚目の正直っていうところの。3度目の正直、4度目の正直。で若いね、素晴らしい、かっこいいですね。かっこいいです、はい、ね、それでは加山さんの方から新曲の曲振りよろしくお願いします。はい、ちょっぴり、まあ、強がり言ってる男心の歌なんですけども、仕事が終わって今日もちょいといっぱい飲んで、よしカラオケで歌って、そして明日の元気出そうかなという時に、この片割れ月を一つ歌っていただきたいと思います。よろしくお願いします。それでは僕たちのデビュー曲「夢街道」聴いてください。
坂を下れば海が見える、あなたと来るはずだったこの街、恋人気分もう少し夢を見させてくれますか。あなたがいないと生きられないと、すがりついたら抱きしめてくれるでしょうか。涙止めて時を止めて、面影思い出めぐりめぐって、涙止めて時を止めて、どこまで続く夢街道。揺れるコスモス風に揺れて、あなたの心のようで悲しい、幸せすぎたすれ違い、願い込めてもダメですか。思い出だけでは寂しすぎると、手紙書いたらもう一度戻れるかしら。涙止めて時を止めて、面影思い出めぐりめぐって、涙止めて時を止めて、どこまで続く夢街道。涙止めて時を止めて、面影思い出めぐりめぐって、涙止めて時を止めて、どこまで続く夢街道。いや、とっても素晴らしいお歌ですけども、あれ飲んでたんですか？飲んでた。ちょっとほろ酔い加減な、うん、だから僕はね、多分ね、あの自画自賛なんだけども、あの酔っ払いの演技をさせたら俺日本一じゃないかと思うんですよね。いや今でもすぐここでできちゃうんですよ。やってみましょうか、はい、酔っ払ったふり。こういう感じですぐ酔えるんですよ。なんかすごいですね、うん、すごい。カラオケの本人映像にも入ってますね。カラオケ の、カラオケの本人映像にもこの TV が入ってますね。はい、すね、はい、ご本人ご出演ということで、はいはいはい、ぜひ歌ってください、はい、それでは視聴者の方1名様に、加山さんのサイン付きのこちらのプレゼントいたします。宛先はこちらです。皆さんどしどし応募してください。お待ちしてます。お待ちしてま す。一人だけです。今日は加山さんから大ヒット曲の、サメにまつわるエピソードを、お伺いいたしました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。引き続きですね、次回も、貴重なお話、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでは私の女船を聞きながらお別れです。それでは皆さん、さよなら。さよなら。
酒を飲み干して頬を染めてもいいですか。窓の外には錆びた